さあ皆ささんんんこんばんは今日の付録ですさっき数字の数え方の話をしてしまいましたので音楽の話をして眠りたいと思います。<laughs> で <laughs> ちょうど今15分ぐらい前に YouTube から「待ているいや」「待てるわー」っていうのをんだろうと思ったら「待ってるわー」っていう女性の歌だったんですね。どなたかかわります、ね よく出ててきます待てるでも待ってるとは言わない多分言いにくいんでしょうね待ってるっていうふうに言うのがそれで思い出したんですけど栗林義信さんっていう偉大なバリトンが1958年にビオッティー国際声楽コンクール、まあ、バイオリンピアの声楽タウン声楽は3年に1遍ぐらいですがそこで1958年だと思いますよビオッティー金賞。 これ1位2位3位といううのとは違うんですもう僕も金賞ですごいなと思ってたんですけど、まあ、そういうい賞があります山路さんとかその他の人も日本人結構いっぱいその金賞とかあるいは南東とか山路さんは1位か2位か3位に入ってたかな、うんまあ、そんなところでそのビオッティの金賞1958年としては国際コンクールで初めて賞を取ったという感じで。 なりものにで60年70年80年とこの30年間ぐらいはもうバリトンといえば栗林忍伸さんということで他の追従を許さなかったですね。で現在思い返してみてもそれ以後のバリトンいろいろな方が出てきましたが栗林さんぐらい、えー、なんていうんですかね舞台で圧力がある圧力っていうんだ迫力がある。 あの光った声を出す人ってやっぱりあんまりいないような気がしますそれぞれ深く勉強したりなんかで、えー、ドイツリートあるいはイタリアでっていうことですが寿命が短かったりどうも声がかすれたりねいろんなことでした栗林さんは長く喉が丈夫だったんでしょう九、ねえー、1987年に私は「カルメン」を聴きました新宿文化センターかな。 で、エスカミリをやってました。その時はね、確か初版本とかで、闘牛士の歌の一番と二番の間にタラッタッタタラッタッタっていう感想が入らないで、一番終わると、にててててで二番がすぐ始まったという感じの面白い感じです。そこで彼が 「待っている」「のだっって2回歌ったんですね待っている待っているのだ」じゃなくて音域が低いのに「待っているのだ」「足音便が苦手」あるいは「やる必要ないんだ俺の声はいいから」っていうふうな、まあ、ある解釈で足音便パッて跳ねるのをやらない <laughs> さっき「待っている」っていうのを聞いて彼を思い出したそういえばバリトンのあんまり。 バリトンやバス日本人の人は紹介してないあの立川隅人さんだけだけったんですよね <laughs> この栗林さんの時期にえ藤原歌劇団では田島光一さんというこれもかっこいい栗林さんよくはもうちょっと声が、えー、バリトンバスよりバスバリトンよりのわーんって来る方がいらっしゃいましたね。今日は栗林さんの話です これが40歳ぐらいですかねそしてこれが、えー、2007年の写真と書いてありましたがどうですか70代ぐらいですか今90歳だと思います今年ですね実はこの人に関して面白い話があります面白い話を先にすればよかったんだけどマーティーイルっていうことで思い出したということですさあイタリア歌劇団周りを出るモナコが来たのは 確か195061年は確かその前59年かなそれ <laughs> で交通事故に遭っちゃったんで3回目はキャンセルだということになりました <laughs> 実はこういう伝説を何人からも聞いたんですよその59年か61年か知りませんよで栗林さんはビオッティ国際コンクールで金賞あれこれ言ったかな分かんねえ分かんね ね、金賞1位2位3位とは違って金賞とかって他にあるんですビオッティっていう、えー、イタリアの町のピアノバイオリン、うん、正活3年か4年にいっぺんだったかな58年に勝ってて59年と61年にデルモーナーコが来たと思います <coughs> そこであの舞台の時じゃない時にアリアの歌いっうをしてどっちが疲れるかっていうことをやったって言うんですよ 今考えると本当かなと思うんですがそういう武勇伝が栗林さんにある。でご,ご当人から聞いたのではなくあのそれぞれ結構活躍しているテノールやバリトンの人から複数回3回なんですけど話を聞きました。その昔は年年代にしし年代にに聞聞きましししたたもい 2000年がは聞いてないね10年に一遍ぐらいその話を3人の人から聞きましたバリトンなりや歌ってテノールなりや歌ってバリトン歌ってテノール歌ってちってどっちがあもうやめるっていうかっていうことなんですよ。で結局は栗林さんがちょっともう疲れて歌えないと言って負けて出るものは子がよし俺は勝ったということになったと言うんですけど。

ホテルに泊まってホテルでオレンジジュースを飲んでもそのジュースの中には氷が入ってた。でゼルモナコはうーんと見つめてあのスプーンで氷を1個ずつこう3つぐらいですかね出してでこう手でコップをずっと温めてめて五分10分も15分もしてからやっと飲んだということを見た人がいるわけです。 ホテルの人もすねそういう人がオフの時にどっちが勝つかって歌い子なんかするでしょうかお金が賞金もかかってないしすごいお金を取る人がそんなことをするかなその疑問点が一つあと不公平だなと思うのは手のうなりは短いものは2分切ります。 ケッラ・ミクレーダーとかラ・ニ・マ・オスターンかアドリアナ・ルクブルル、ね、2分切るんじゃないですかケッラ・ミクレーダーも1分50何秒とかでしょうで2分でバリトンのありは1分2分ってものはないですよ <laughs> 4分5分、まあ、6分を超えるものは少ないと思いますがでバリトンっていうのは大体高いソーリーあの芸の音を出しますがでノールはいろいろですよ <laughs> あのアリアを歌うなら最低「ラ」「ア」が出てきますがナポリーミーヨーでももければねもっと低く終わります一応アリアの歌い子だったっていうことで「ラ」とか「水辺モールベー」を出したと思いますが「あディオフィオリートアズイール」ってね蝶々夫人のアリアもあれも2分ぐらいでしょうかねそれで高い,高い音を「アソンビール」「ソンビール」あーソンビールと短くしてしまえばいいんですからね。 先生その「ビール」っていうのは「俺は卑怯だ」っていう意味なんですけどそれを歌えば短くしてね「卑怯だぜ」っていう謝礼になるんですけど「デル・モーナーコ」歌ったでしょうか。そんなことで栗林由伸さんと周りを出るモーナーコは1959年か61年か分かりませんがオフで多分ちょい役で栗林さん栗林先生はお出になってたんでしょうね。ではこいつは「そうかビオッて出かったうーんそうかそうかいい声だな」って言って「あのデル・モーナーコ」とね <laughs> その。歌い、歌、歌い合戦をしたっていうことです。栗林さんのいい声ですよ、聞いてみましょうか、大工です。おお、古 <noise> い<楽>。 そういういあとね面白いんですけど <coughs> あの栗林さんは佐賀県の出身なんですよねだから佐賀国体の歌佐賀の歌を結構歌ってます。 んだかわかりませんがあの私は覚えてますよ1976年ソニーのビデオの1 <laughs> 時間しか撮れないものを親にねだって買ってもらったそれはアドリアナ・グルール・シモン・ボッカネーグラがイタリアオペラテキとして来,た来てその再放送を10月26日にやるという年だったんでなんとかそれを録音したい今見たく YouTube ないしね。 たまにしかやらないんで、これはアドリアナ、ルクヴベボ、あの、とってもいいオペラだったんで、カバリエとホセカレーラス。声がきれいに出た頃のホセカレーラスです、たまに、ヒエーって、あの、上の音になってましたけど、まあ。じたばたしない、かわいい、いい男、ハンサムなホセカレーラス。だから、千九百七十六年に、佐賀国体がその前にあったっていうのは覚えてるんですよ。調べてませんけど、多分国民体育大会っていうのは、このことで。 ね、ちょうどそのころのですね一緒に都はルミとかと佐賀国体を高めたってもしこの方誰だか分かりませんがいろいろ佐賀県出身の方でしょうかハイバリトンですねイタリアだとこれはテノールだって言われちゃうかもしれませんけどだからそういうことで疲れない声が朗々と出る。 これ何回も聞きましたけど1970年代ですかね80年代は87年のそのトーレアドールしか聞いてませんハイバリトン,トンで高いもしかしたらでノールの一部もできたかもしれない声なので安定してるんですよ上が出るってことはテノールとしてもバリトンとしても安定してるわけですからねバスバリトンではなくてハイバリトンその安定で一時代を期した方です 周り出るモナコと疑わせをして。ちょっと疲れたと言ったという噂があるんですけど。この真偽は本当なんでしょうか、私。ちょっと信じられないんですよね。誰かが面白く作った。栗林さんも非常に喉が疲れない歌詞だっていうことで。面白い話だと思います。こういう話ではだんだんなくなってしまうので。<laughs> 覚えてる間に。 お披露目したいと思って今日2本目です。いかがでしょうか